威圧がすごいっていう。まあまあ、でも信仰性じゃないけ。でも出ます。イカンチャが。イカンチャが。Thank you.
さざれ石とか、そういうのあるじゃない。降りられんちゃうか。これずっと降りるみたいやけど。うん。足場が悪い。まあ一回こっちからの景色で。向こうじゃろ？あれが奥浦浜で、向こう側が金ヶ瀬やろ。金ヶ瀬が。金ヶ君が代の国歌作る時にだから君が代ってずっとあの奥名でのほら伝説から始まって、この辺がやっぱり宮崎県って神話の大国やから、なんかそこ辺があるみたいだね。でもね、奥名でね、だけ、事務店だとか今とりあえずここから出ていたらしいという。へえ。あの三パックから何やった。奥名での言うぐらいやから開くからあーってくるって言った時にもうここが印象的に残っちゃったらしい。一枚取っとく。これにしてもあの天の足瓦のでっかい石にしてる ね、びっくりするわ。行こうか。もういいだろ、下は。うん。何の守り？家内なんじゃん。
病気の遺伝とかは聞くけど、ああいう腫瘍とかの遺伝はね、もう進行性じゃないけど。あ、イカンチャが、イカンチャが。お邪魔したってよって言うてやる。葬式の時に言うてやる。もう半端やったら守りに行くなって。今だから言うけどよ。